お客様の人生に共感するコンサルタントサポート行政書士法人です。今回のトピックは日本のお酒を外国に届けたい、その時に注意したい3つのポイントをお伝えします。こちらの吉村と私山崎で担当させていただきます。では吉村さん、ね、お願いします。はい、こんにちは、吉村です。最近お酒を輸出したいという相談が増えてますよね。そうですね、増えてますね。お酒を販売する場合には免許が必要になります。免許の種類として業者に販売する場合が卸売業免許、消費者に販売する場合が小売業免許になります。そして免許を取得するには要件がありますけれども、その中でも3つ今日はご紹介します。まず1つ目、場所的要件として、他の主販業者とは同じ場所で事業をすることはできません。こちら飲食店と同じでもダメということですね。そうですね、はい、飲食店とか、まあ、料理店とかっていったところもダメです。で2つ目としては、経験要件が必要になってきます。お酒を販売した経験とかそういう経営能力があるかといったところで、経験がないとダメなんですけれども、小売業の場合は、講習を受けることで認められることもあるので、ご確認ください。はい、そして3つ目、財務状況ですね。法人の場合は決算書で、場合によってはその内容によって申請自体ができないこともあるので、やっぱり一番に財務状況を確認するってことが、要件満たしているかを確認することがポイントになります。はい、で免許を、申請する場合はだいたい審査期間が2ヶ月になるので、事業を始めようと思ってからやっぱり、ちょっと余裕を持って、まあ、4ヶ月前ぐらいから手続きを準備したらいいと思います。このようにサポート行政書士法人では種類販売業免許取得のサポートを行っています。いつでもお気軽にお問い合わせいただければ私たちがサポートいたしますので、お問い合わせください。ではよろしくお願いいたします。